2010年8月にゲンロックとヨシキの2人によって世界を目指すチームとして結成。日本で開催されている世界大会 WDC ワールドダンスコロシアムでは2018年に世界一を獲得。さらに2021年に行われたスーパーブレイクでは日本一を獲得し、若手のみのブレイキンチームとしては世界に最も近いと期待を寄せられている。2022年6月に YUSF 横浜アーバンスポーツフェスティバル内で行われた歴史あるブレイキンバトルフリースタイルセッションジャパンにて優勝し、11月にロサンゼルスで開催された世界大会フリースタイルセッションワールドファイナルに日本代表として出場。個人個々としてもプロダンスリーグ D リーグでの活躍やスポンサー契約メディアなどなど幅広く活動しているブレイキンチーム紹介していきましょう。ネイクストお届けするのはこのチームグッドフード拍手。